民主党政権に代わり支持率 70% 以上という大きな期待を受けて誕生した第二次安倍内閣。しかし先日の世論調査ではそれが 40% 台にまで落ち込んでいます。当初は3500円のカツカレーを食べてるなんて批判報道もあったものの、金融緩和、財政政策、成長戦略という3本の矢、いわゆるアベノミクスを繰り出し、株価などがドーンと上昇、さらに外交面でも2020年の東京オリンピック招致に成功と、この辺までは良かったんですが、原発再稼働の推進、消費税を 8% に増税、物価がガンガン上がり、デフレ脱却をアピールするも、肝心の給料の方はそんなに上がらない。さらに集団的自衛権をめぐって憲法解釈の変更を推し進めたけど、国民への説明が十分ではないといった理由が支持率の低下につながったんじゃないかと考えられています。それではこの世論調査ってどんな風に行われてるの？自宅に直接訪問したり、インターネットでの調査などもありますが、現在の主流は RDD 方式、つまりランダムに電話番号を選出し、そこに電話をかけて聞き取り調査をするというもの。無作為に調査対象を選べるとされていますが、その対象はうちに固定電話を引いていて、いきなりかかってきた電話に対応してくれる人に限定されるため、これはこれで偏ってるんじゃないという意見もあるようです。各テレビ局や新聞社などがそれぞれ個別に調査を行っているので、いろんな調査結果を総合的に見た方がいいみたいです。